アリアです。ユナです。フェルです。ピンクラテ TB 始まるよ。イエーイ。はい、今日の企画はおすすめのお菓子紹介です。イエーイ。お菓子、みんな大好きですか？お菓子は大好きです。はい、だけど、はい、今日はお菓子紹介じゃなくって抜き打ち財布の中身チェックをしたいと思います。最近抜き打ち系多くないですか？本当です。最近キリとかすごいよ。誰かがおるよ。じゃんけんする？最初はグー、じゃんけんぽい。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、これしよう。じゃあ、アリアちゃん、ユナ、レイナちゃんの順番で紹介します。はい、じゃあまずアリアの財布はこちらです。アマサトムスの財布です。これは多分ディズニーコラボの時の財布です。中身はですね、こんな感じです。新幹線の切符も入ってます。じゃあまず所持金はですね、おーよ。めっちゃお金持ちの音に聞こえたけど10円とかしかない。14,091円が所持金でーす、はい、イエーイ。10円玉と1円玉しか入ってなかったんだけど、カードがですね、マックとジル・スチュアートのカードです。で、これがコンタクト、いつも買ってるカラコンのポイントカードみたいなのカードです。で、これがドラえもんの未来デパートカードです。ドラえもんのショップってこと？そう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 、かわいいでしょ。さすがドラえもん。で、これが予備のパスも、普通のイコカはあっちにあるんですけど、これはもう予備なんで使ってないですね、ほぼ。で、これがホテルのカードですね。あんま使わないんですけど、まあ、ポップティーン撮影の時とかに使うぐらいですかね。終わりです。面白くなかったです。抜き打ちだからさ、あんまりなんていうか、うん、なんかめっちゃクリップ入ってる、ね、クリップがすごいよ。多分ね、新幹線の切符とかここに入れるときに、ね、クリップがついてくるから。あ、確かにあるね。そう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 、そうこう、そうそうそう、入れる。じゃあ、私行きます。私のお財布はワンウェイで買った財布です。前回のなんかの動画で行ったことあると思うんですけど、自称ビビアンビビアンの財布が欲しいなって思ってたんですけど、ビビアン買えなかったので、ここに V があるからビビアンとかって勝手に言ってるだけなんですけど、ワンウェイで買った可愛い財布です。やっぱ黒可愛い、なんかユナっぽい黒は、うん、本当は私あのベージュとかピンクとかそういう系の女子に、ね、なりたかったんですけど、さすがにちょっとこの系統が違うから黒の財布で、黒で結構持ち物は揃えてます。中身を紹介していきます。所持金はいつもの方がもっと少ないけど、今日なんか謎にちょっと多めに渡された。3601円です。え、全然小銭ないね、うん、びっくりした。買う時にね、あの小銭崩しちゃった。 いつもより少ない方だよ。で、なんかレシートが1個入ってるんですけど、名古屋駅で買った朝ごはん、あの新幹線売り場のやつだよね。そう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 、なんかそのマーク見たことある。そうなの、新幹線売り場でね、今日あの朝昼ごはん食べてないなと思って買おうと思って、うん、ビタミンレモンの140って、なんか私いつもキレートレモンを飲むんですけど、うん、キレートレモン売ってなくて、とりあえずビタミン C 入ってる飲み物を探して見つけたのが、なんかビタミンレモン140ってやつで、あとはみかんのデザートのサンドイッチみたいなやつがあって、それを買いました。440円ですね。意外と買ってない。意外とそんなに買ってないっていう。主に交通費しかお金を持っててなくて、たまに東京でなんかアニメーキとかね、行くときはちょっと多めに持っていくかなくらいです、うん、で、カードが一つがスタバカードで、なんかお年玉企画の時にスタバカードいただいたので、これチャージもできるので持ってます。そうなんだ、チャージができて結構愛用してる。めっちゃこういうなんかスタバのカードって集めたくならない？確かに時期ごとにカードが違うから、うんうん、カード可愛かった、テンション上がる。あとは名古屋の JR 東海高島屋ポイントカード、高島屋のねポイントカード、かわいい。え、めっちゃかわいい。あ、あんま使わないでもなんかあると便利だからっていう感じで入れてます。あとは紙券のなんかポイントカードなんですけど、あの文房具屋さんのポイントカードです。で、もう一つがケーキとパスタが食べれるみたいなお店があったんですよ。ランチ行った時にあって、スタンプラリーキャンペーンみたいなのもらったんですけど、まだその日行った時のスタンプしか付いてなくて、多分今後行かないような気もするけど、このお店気に入ったからとりあえず入れてるって感じです。
多分たまらない、一生たまらないだろう。意外とカード少なかったね。名古屋行くならこれ持ってくかなみたいな感じで入れ替えるから、あんまり少ないです。あとは帰りの新幹線の切符ぐらいですね。あ、待って、どこに私真ん中入れたっけ。さっきこう閉じるじゃないですか。その時にピッてそのまま押したいんで、出すのがめんどくさいんで、この裏に真ん中を入れて。真ん中っていうのすごい。あ、そう、真ん中こう閉じてそのままピッてできるように。え、いいね。してます。大丈夫、そういう感じにしようかな。最初の頃はなんかここのポケットに入れてたんだけど、ダサいよって言われてそっからこっちの内側に入れてます。以上でございます。じゃあ、テイラのお財布はジニーラブのお財布です。かわいい。いとこからもらいました。所持金は6000円と417円です。6410円。中はトイカ。トイカ初めて聞いた。違うんだね。アイディアが違うの。ピタパ使ってたこと。ピタパ、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 なんかペコパみたいなピタパ使ってたこともあるし、イコカもパスも持つ。イコカ、パスも、マナカ、トイカ。トイカ、へぇ、めっちゃ種類ある。これは今日の帰りの新幹線の切符です。レシート、これは前ピンクラテ TV の撮影に行った帰りに、弟にお土産を買ってきてって言われたので、買ってきたのがトイストーリーのハンドジェルと、トイストーリーのミニタオルを買ってあげました。トイストーリー好きなの？うん、もう好き、めっちゃ好き。いやいいお姉ちゃんだ。いいお姉ちゃんだねで、カードはそんなに入ってないんですけど、これはあのお年玉企画の時にいただいたアマゾンのカードと、なんだ、クオカード入ってます。で、これは覚えてないどっかのお店のスタンプカードです。以上です。はい。特に何も気持ちだから、そんな面白いものが。そうだね。しかもこのなんかピンクラス TV 撮影だと本当に交通費が本当に持ってかないから落としたりするのが怖いから、携帯と財布を丸ごと忘れてたりとかたまにあるんで、極力ここには現金入れないようにしてます。どうでしたか皆さん。なんかさっきスタッフさんから聞いたらコメント欄で結構質問が多かったらしいので、うん、まあでもね、抜き打ちされたらこんなもんよ。こんなもんよ。カバンの中身だったらワンチャンちょっとなんかゴミとか出てくるかもしれないんですけど財布は結構こんな感じです。財布はさ、貴重品じゃん。そう、うん、リアルだよねこれ。そうだね、結構リアルな感じになっちゃいました。参考にするものがあるのかな。ものがあったらね、ものがあったら参考にしてみてください。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。